上映禁止になった怖すぎる内容の映画。絶対に一人で見てはいけない映画。1、ムカデ人間。タイトルだけでも怖いですね。イギリスで上映禁止になったカルトホラーです。その残酷さに上映のみならず、DVD 発売までもが禁じられ話題になりました。ストーリーは吐き気がするくらいグロいので注意が必要です。外科医のハイター博士が主人公。彼はくっついて生まれてきた双子を分離する名医でした。しかし引退後はその反対の接合に興味を持ってしまいます。博士は欲望を抑えられず、他人を何人もつなぎ合わせていくという狂気的なストーリー。倫理的にも大変問題があり、当時国が徹底的に規制したため、かなり修正してから上映されることになりました。2. ナチュラルボーンキラーズ。1994年にオリバー・ストーン監督によって制作されたアメリカ映画です。二人のカップルが殺人罪で逃避行を続ける話ですが、その途中で会う人たちをどんどん殺してしまいます。さらにその二人をマスコミが追いかけていくのですが、テレビで放送されていくうちにだんだん国民の感情に変化が、殺人犯たちに対しヒーローのような扱いに変わっていくのです。これは50年代に起こった事件をモデルにしたようです。しかし、ためらいのない残虐性に上映禁止となった映画館もあるそうです。3. ホステル2。殺人クラブのお話。残酷なシーンが何度も NG になり、修正に修正をして、なんとか R18 プラスで上映になった映画です。ホステル2は、スプラッター映画好きも目を背けるシーンが多数。美大生3人組の女性たちがスロバキアに旅行することからストーリーは始まります。しかしフロントに渡したパスポートを悪用され、現地で闇のオークションにかけられてしまいました。旅行先でくつろいでいると、黒服の男たちに一人ずつさらわれていきます。捕まれば落札者に手渡され、殺されてしまう状況で逃げ惑うという展開です。捕まった女性が殺されるシーンがリアルすぎて、ニュージーランドでは上映禁止にされました。怖いですが、最後は見事などんでん返しもあるので、映画としてちゃんと楽しむことはできます。4. 食人族。1981年のイタリア映画、カニバリズムがテーマになっているので、グロテスクに耐性がない方は見ない方が賢明です。ドキュメンタリー映画制作のために食人族の部族を取材するというお話です。現地に着いた4人の取材班、部族がおとなしいのをいいことに、家畜を射殺したり、家に火をつけ燃やしたり、非道な行為を繰り返します。それをフィルムに収め、ドキュメンタリーにしようとしていたのです。それに怒った部族が取材班をジャングルに追い込み、一人ずつ殺していきます。食するシーンもバッチリ撮影されていて、あまりにリアルな描写に本当にドキュメンタリーなのかと間違われるほどだったそうです。5. 資料の腹渡。タイトル通りの怖い映画です。1981年にアメリカで放映され話題になりました。週末の休暇を山小屋で過ごした時に起きた恐怖のストーリー。5人の青年たちは山小屋で地下室へ続く通路を見つけてしまいます。興味本位で地下に降り、不気味な本とテープレコーダーを発見。この本は以前研究者の夫婦が遺跡から見つけた死者の書だったのです。テープには呪文が吹き込まれていて、再生した途端、目には見えない何かが5人に襲いかかるというストーリーです。描写もかなりリアルで恐ろしいので、上映禁止になる地域が多発しました。6. ソドムの位置。小説が原作の1975年に制作された映画です。ホラーやスプラッターとは種類が違い、人を痛めつけるサド的要素が濃い作品になっています。暴力や性がオープンすぎる内容で問題作として取り上げられました。原作ファンも多くいたようですが、原作へのリスペクトが感じられないと不満の声も。原作ものを映画にすると
大抵起こるものですね。4人の権力者たちをメインに書かれており、その歪んだ性癖に一時は上映禁止になったそうです。7、時計仕掛けのオレンジ。1971年のアメリカ映画で、イギリスが舞台のギャングたちのお話です。暴力性が高く危険視されている映画です。高校生のアレックスはギャングのトップで、酔っ払っている老人を叩きのめすことも平気でしてしまうほど、悪行の計画を立ててはグループで実行していきます。雨宿りをさせてもらった夫婦を殴り、金品を盗んだりしていました。そんなことを繰り返しているうちに、仲間から裏切られ刑務所行きに。その刑務所では収容量の関係から早く更生させる薬を使うことになりました。アレックスは被験者として選ばれ、苦しみの日々が始まります。衝撃的な作品で、更生させる薬など倫理的にも見る人を選びそうです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。